トマ・ドセビの元サッカー選手、元統合代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィルダー。ポジションはフォワード。マチュードセビは実定。トマス・ドセビやトーマス・ドセビと呼ばれることがある。ジャクレイ期・ドセビは、フランスアンイコールイコールロワール県シャンブレゲトゥールで、出生。朝はバランスで、サッカー選手のキャリアをはじめ、LB ・シャトールや、スタット・ランスで実績を重ねた。 バランシェンヌ FC2005 年夏の移籍市場で、ドセビは、バランシェンヌに移籍した。FC なんと2007年8月、FC なんとへ移籍する。スーインドンタウンスーインドンタウンで、使用期間中の2010年7月31日、ノッティンガムフォレスト戦で2得点を挙げ、チームの勝利に貢献した。2010年8月3日、 ドセビは2010から11シーズンの1年契約に加え12ヶ月延長できる契約で署名した。フットボールリーグでの初ゴールは2010年8月14日のハートリプールユナイテッドで2から2の引き分けに導いた。2011年4月26日、ドセビは対談することに合意、在籍期間中に31試合に出場3得点を挙げた。 チョンブリー対プレミアリーグ籍期限日の2012年3月9日、チョンブリー FC との1年間の契約に署名をした。ドセビは2006フィーファワールドカップの統合代表のメンバーであった。父親のピエール・アントワーヌ・ドセビはサッカー選手であった。2010年のアフリカネーションズカップにおいてアンゴライりした際に武装勢力に襲撃された事件の生存者の一人である。 おじのオトニエル・ドセビはパリ・サンジェルマン FC 発のアフリカ出身選手である。陸上競技選手のダミエル・ドセビとナラヤン・ドセビは重低妹にあたる。ありがとうございます。